窓が。ユキオ、開けて。出ないと窓を壊すわ。おう。ジュンコ、大丈夫？うん、もう大丈夫。あー！足が！見て、ユキオ、たくさん血が出てる。綺麗ね。映画楽しそうに見てくれてて嬉しいな。ねえパパ、なんで私たちの彼氏を脅かしたの？彼に傷をつけたら許さない。君たちはまだ彼氏を持つ年じゃないからだよ。それと一人の彼氏さんをシェアするのも良くないよ。それは嫌だ。私たちはずっと全部シェアしてるもん。純子は彼氏いるのに、なんで私たちはダメなの？ああ、彼のことは私に任せて。もうちょっと大きくなるまではお付き合い禁止だよ。いい？あ、わかった、パパ。うん。帰りが遅いね、純子。どこへ行っていたのかな？お父さんは知らなくていい。やはり彼氏のところかな。今度彼も一緒にうちで晩ご飯を食べる約束、忘れたかい？